江戸時代、19世紀製作もは12端を構成する着物の一つである。腰のベルトとなる2本の小腰、袴の腰板のような大腰、後ろに引きずる、紐のような2本の引き腰とプリーツスカートのようなもの、本体で構成される。現在の着用法では唐絹を羽織ってから最後に腰に結ぶ。大腰を唐絹に当てるようにして固定し、小腰を前に回して形よく結ぶ。 単、内木、内犬、表意を固定するベルトとしての役割がある。平安時代は藻を着用してから唐犬を羽織っていたらしい。日本に昔からあった女性の下着である腰巻と中国、朝鮮半島から伝わったシビラが一体化したものという説がある。縁起式によると季節によって人への藻と合わせの藻があり、また表元下藻2種類の藻を着用するよう定められたが、 立令性の崩壊と国風文化の交流により人へのもだけになっていったとみられる。また、本来キスカートのようにして着用していたが、後ろに長く引きずるようになったのは平安中期からである。この頃の藻は八幅の生地を横についで作り、和活幅という短い生地がその左右につく形になっていた。これはかつてもマキスカートのように着用していた時代に、 長いもの裾を踏まないようにした名残とされる。ただし下遣いのもには和活幅をつけない例であった。和活幅は鎌倉時代には捨てれてしまい、伊勢神宮や津田神宮のご神宝にだけその形式が残った。もは平安時代十二端の中で一番ポイントとなるものであり、自分より身分の高い人、あるいは目上の者の,の前に出る場合は、もは必ず着用せねばならなかった。 枕の創始では、急な一条天皇のお出ましに、略装でくつろいでいた女房が慌てて、からぎぬや毛を着用するというエピソードがあり、源氏物語、若菜のでは、赤氏の味方が、他の源氏の妻たちに遠慮して、唯一もまとって登場する場面がある。上記で述べた、若津幅の境外化に見えるように、鎌倉時代には、物簡略化が進んでいった。宮中でも通常は、 伊衣ぬなどの重ね打ち着に,に変えて、上老女房なら2い、その他は薄ぎぬといったものを羽織るのが一般化し、唐ぬは天皇、東宮の御所では略さなかったものの、藻は使用しないことが増えた。そして鎌倉後期には着脱が容易なように腰で結ぶ小腰を緩く結んで、肩にかける、いわゆるかかりたい式の藻が成立していたことが、絵画資料から知られる。しかしこの時点では、 着用方法の変化は顕著ながら、下手などはそれまでと大きくは変わらない緩慢な変化であった。ところが、応仁の乱が勃発、これによって区下が離散死宮中の祭儀が行われなくなったことで、物形式や扱い方が伝承されなくなってしまった。徳川和子の御水の天皇時代をきっかけとして十二、丹の着用に関して研究が進められたが、その結果できたものは、 以前のものとは異なり、物長さは極端に短くなり、床すれすれの長さであった。また、高血もという側体の別裾のような藻を、さらに着用することになったのも、この前後からとされる。これらの藻は、かかり体という藻についた2本のサスペンダーのようなものを、肩からかけ、胸のあたりで縛ることで着用した。このかかり体も鎌倉時代のそれが、小腰の形式のままであったのに対し、 金星のものは幅が広く着用者の身分により異なる刺繍を加えた。生地は必ず唐犬と同じものを使用する例になっている。金星のかかり体式のもは本体がとても短いのに比して引き腰は極端に長く、一箇所をたるませて仮止めし輪を作るという慣習があった。この装束を作る一連の夕食古日の復興は官営のご最高と言われたが、 平安時代の貴族文化再生期の形式には遥か及ばないものであった。その後、何回かの修正を経て、天保十二年に現在の形式に落ち着いた。この様式は、鎌倉時代の春ス根源原型巻を主な資料とし、もっぱらその再現を意図したものである。ただし、山品こと聖景記では、天保の末年の記事に最高のもの調身は記されず、 高下2年に調信されたのが最初のようである。毛を構成する重要な装飾である小腰は時代により用法が大きく変化した。現在の着用法では小腰で腰に毛を縛り、引き腰は後ろに引きずるようにしているが、元来は小腰は存在せず、引き腰で毛を腰に縛ったのである。引き腰は装飾的な順体であったが、装飾性が高まった結果、 結びやすい小腰を別につけることになったのであろう。小腰は、現氏物語絵巻などによると、現在の形式のように直接に縫い付けたものでなく、大腰の端に小さな泡をつけ、引き腰を結びつけていたことがわかる。つまり取り外し可能な仮のものだったのである。この取り付け方は、奈良国立博物館像普遍菩薩銃、羅折女像に見える初期の係か,かり体式のもでも変わらず、 さらに金星のかかり体式のもでも同じであった。皮肉なことに、天保の復古様式の再興により、伝統的な取り付け方が耐えて、原稿の縫い付け式になったのである。再興は、古式の復活であると同時に、細部に残されていた伝統を断絶させてしまうこともあったという一例である。鎌倉時代以降、 室町中期の記録でも王略すことを、小腰をかけずと表記することで表されるようにもの、小腰が腰で結ぶものから肩にかけるものになっても、依然、小腰の故障は失われなかった。小腰の素材については古くはほとんど記録がない。絵画資料による限り、平安、鎌倉時代の小腰は組紐でなかったかと思われる、表現が普通である。 北山院の受代の記録によると具部の多くの女房の小腰が唐ヌと同じ色と記されており、この頃から小腰が注目され始め、同時に唐ヌと配色を合わせる風習が成立し始めていたことを伺わせる。なお、平安後期の増子の清掃に検体というものがあるが、物かかり体とは別のようである。この他者も多での女性が首からかける赤い守り紐も、 掛け帯というが、やはり別のものである。中世を舞台にした大河ドラマで、しばしば庶民の女性が、着物の上にプリーツスカートのようなものを着用しているが、これは、しびら脱物、もばかまと言われるもので、元起源は同じものとされる。ちなみにこの、しびら脱物を着るのがこの時代の庶民の女性の霊装であった。また、明治十八年九月の家族女学校開校時に、 女子教員と生徒がモバカマを履いたのをきっかけとして、モバカマはその後女子教師、女生徒の制服として広まった。家族女学校でモバカマを採用した理由は、頻繁に来校する皇后に対して袴なしでは、レースを描くためと、体操や椅子の腰掛けには袴がないと不便であるというものだった。モバカマの形の源泉は、宮中の火袴で、その色を変えて、 紐を2本にし、利便性から町を除いて、ひだを多くし、古代のもの作り方を参考にしたという。このような町なし若かは、江戸所上門番子のカバンが袴を軽くするために町を除いたとあり、江戸時代の労働儀の一つとして、すでに履かれていたが、宮中のイメージが加わることにより新しい袴間として流行した。藻ばかまは、安どんばかま、町なしばかまとも呼ばれた。 栗原澄子、被服師から見た、古神宝装束の基礎的研究ブレーン。出版 ISBN4 から892427845実際は4のの記事を、少し斜めに半分に立って、幅の狭い側を上に、広い側を下にしてついで、腰回りが狭く、裾回りが広くなるように工夫していた、下塚へ、電柱で雑役に従う女子。一般女房とは区別された。 はずがたり、竹向きが気ほかからうかがわれる、霧、鳳凰が最高で、その下に花から草などがあった。玉葉、玉髄の女五十代前の着物着の記事によると、鎌倉初期でも、正式には引き腰で結んだことがわかるチュンは、スカートハット ABCD イメージ後期、小学校女子教師の服装について、モバカマ、筒袖を中心にして、岩崎正美日本家政学会士。44、 ありがとうございます。